ったんだよ。除隊して国へ帰ってからは普通に生きようと思って臆病者のマスクをかぶってきた。臆病者になれたと思った。ところがどうだい、嬉しいんだぜ。戦場に戻れたのが震えるほど嬉しいんだ。誰だって似たようなもんさ。戦うのが好き、酒が好き、女が好き、中には男の方が好きな奴だっている。さあみんな厄介なところをちょっとずつ曲げて世間となんとか折り合いをつけてるんだ。お前だけじゃないさ。早いとやっつけていっぱいやるぜ。賛成。